小川の子は、日本のクラシック音楽のピアニスト、神奈川県川崎市出身、東京音楽大学附属高等学校、ジュリアード音楽院卒業後、ベンジャミン・カプランに支持した。ニューヨークでは1982年にデビューしており、ロンドンでのデビューは1988年となる。1997年からは、スウェーデンのクラシック音楽レーベルである。 BIS レコードの専属レコーディングアーティストとなっている。2001年よりイギリス人ピアニストのキャスリン・ストッドとピアノデュオを組み共演 BIS レコードにてフレデリック・ディーリアス作品のレコーディングを行った。2003年、二人はグラハム・フィトキンのサーキットを初演。また、クラリネット奏者のマイケル・コリンズとも長く共演を行う。 小川は乱手意識シンガポール交響楽団との共演によるアレクサンドル・チェレプニンの競争曲をレコーディングしたことで知られる。竹光トールとは関係が深く、2008年9月には BBC ワールドワイドのクラシック音楽番組ビジョナリーに出演し、竹光の音楽を紹介した。2011年にはクロード・ドビュッシー全曲集のレコーディングを 完成させるとともに、モーツァルトの新版を BIS レコードで制作した。ドビュッシーの複数のディスクは、竹光の録音と同様、グラモフォン氏の編集者による特選版に選出された。菅野義弘、藤倉大統の現代作曲家に定期的に作曲を移植、作品を初演している。ロンドンのギルドホール音楽演劇学校。 東京の東京音楽大学においては各々教授、客員教授として指導を行っている。2011年3月の東日本大震災に対して復興支援に向けた基金の活動に参加している。ありがとうございます。